両国をは、香港の社会主義政治家。別名、長毛。長らく社会民主連戦所属の立法会議員であったが、雨傘運動後の抗議として、議場で傘を掲げたために資格を失った。1956年、現在の関東省甲州市場上区で生誕。父親は酒びたりであったため離婚し、幼少期に香港に渡る。生活のために母は、 家政府として働き、本人は香港の親戚に預けられた。子供の頃から社会が不平等を感じており、マルクスやトロツキーの書物の愛好家であり、社会主義思想を持っていた。母親は、香港政府支持の労働者組織、香港公開連合会の会員であり、本人もよく一緒に集会に参加をした。中学生の頃は、もう卓藤時の学生運動に参加。 中学卒業後は、バーテンダー、建設労働者、急流バスの戦車と職を転々とした。1975年には、革命マルクス主義者同盟に参加し、オスチャンという愛称で呼ばれる。所属組織は、中国共産党の政治は、マルクス主義の理想から逸脱していると反発し、1979年に、45行動の3周年記念の中国民主化を支持し、 過激な行動を取ったことで逮捕された。1ヶ月の服役後、同盟会の幹部は、革命家が刑務所に入るのは学校に行くようなもの。今日、おスちゃんは幼稚園を卒業したと語ったという。2017年6月28日、香港受血派と、金紫系広場に座り込み、一部メンバーがで、民主活動家の劉アキナ氏を応援する横断幕を掲げ、 警察に拘留された。2021年4月16日、無許可集会を行ったとして、実刑判決を受けた。天傘運動には、積極的に参加し、香港のゲイバラとの異名を持つ。また、天傘革命後の議員資格取り消し後は、日本のメディアのインタビューに対し、ビレジマ事件の時の台湾と似ています。日本にも、批判の声を上げてほしい。林定月川、 中国政府の区靴などと語った。その一方、法徴行動委員会のメンバーであり2012年香港活動家、尖閣諸島上陸事件の支援者でもある。ありがとうございます。